姉様キングスは、吉本工業所属の音楽漫才コンビ。結成は1999年。通称、姉キン。名前は、コミックバンド、トノさキングスに由来する。二人とも白塗りの芸者姿で、小歌、ドドイツ、アホダラ行など、古典的音曲芸を中心とした芸を展開している。音曲漫才の形式をとっており、あやめはバラライカ。 染めスズメは、シャミセンやアコーディオンを演奏しながら、漫才を進めていくスタイルが基本である。同業者からの評価は高いようで、彼らのブログに名前が登場することがある。現在は、日本国内だけにとどまらず、ロンドンやニューヨークでの海外公演も、積極的に行っている。あやめがバラライカを弾いていることがきっかけで、ロシア及び、ウクライナにも遠征した。 舞台での活動が主で、テレビへの出演は、情報演芸ホールに出演する程度である。白塗り化粧のまま洋装に生涯をして、シャンソンのカバーやオリジナル曲を歌う、小形式もとっている。シャンソンショーでの芸名は、アヤメは、マダムアヤメビッチ、ソメスズメは、ミスジャクリーヌ。化粧を整えるのに1時間ほど要することから、落語界では、開口一番に続いて二人が続けて、 講座を務め、中鳥はゲストに任せることが多い。ゲストの講座及び中入りの間に化粧を済ませ、後半はすべて姉様キングスの時間に充てる。2019年12月に、神戸新海地、気楽館の昼席で、同館では、初となる、落語以外の鳥を務めることになった。天馬天神半上庭では、鳥は落語に限定されているため、気楽館での鳥挑戦となった。 吉本落語の世界、吉本ブックス、ISBN 978から4から847019081。AB、ネイサマキングスが20周年で、気楽感で初の取り勤める落語以外では初めて。デイリースポーツ。 h t t p s w w w d i l y c o j p g o ッ i p 2 0 1 9 1 1 2 0 0 0 1 2 8 9 2 5 2 9 h t m l 2 0 1 9年11月22日閲覧。あやめによると、繁盛亭は、落語のための寄せ小屋であることから本来は夜席も、含め取りは、落語が原則だが、 ネイサマキングスに限っては関係者が見たがっているという理由で特別に講演が許されている。ありがとうございます。